はい、たまたまかじまっちです。今日はこちらのモルグランポリプチ RPG 遊んでいきましょう。モルがかわいいですね。では早速遊んでいくんですけども、まずお名前ですね。まあこじまっちで普通に名付けましょう。ちょっと見た目はあ、まあこっちでいいや。あ、かわいい目キラキラしとる。ある日ポテトたちはお家で仲良くテレビを見てました。ポテトはね、真ん中にいる子だね。ポテトたちが釘付けになっているテレビでは、とある大会の中継が流れているようです。あ、久しぶりにモルカーやってくからさ、名前忘れちゃったかもな。モルグランプリ開催、レースバトルで勝利して、目指せナンバーワンモルカー。はい。優勝商品はなんと、幻の野菜を使った野菜トロフィー。ぷいぷいタウンにて参加受付中。顔がいい。こじまっちもそんな感じの顔できるよ。いきます。ポテトたちは目を輝かせて野菜トロフィーを見つめてます。そんな欲しいな。おや、ポテトたちはレースバトルの特訓を始めるために公園へ向かったようです。特訓を始めたポテトたちですが、ボールで遊んだりレタスを食べたりと自由気まんま。何食ってんねん。そして何遊んでんねん。あれ野菜取る日やっぱいらんかった。このままではモルグランポリ優勝なんて夢のまた夢の話。ポテトたちは自分たちの力だけじゃ優勝できないと気づいたみたい。コーチが必要ってことかな。君に近寄って助けを求めています。ほう、なかなかいい考えですね。小島家に頼るとは。助けを求めているポテトたちを放ってはおけません。ポテトたちと一緒に力を合わせてモルグランプリ優勝を目指しましょう。はい、頑張りやね。こんにちは、モルグランプリの決意はこちらで行っております。参加希望の方でしょうか。はい、そうです。参加希望の方ですね。それではこちらにお名前をご記入ください。こじまっち様ですね。はい、それではライセンスを発行いたします。免許証的な。しばらくお待ちください。あー早く出てんやー。あーまずくたびられたー。あー噛んだー。ライセンスを手に入れた。やっぱ免許証みたいだ。これこちら小島ち様のライセンスになります。あとモルグランプリ必要になるモールカードホルダーもお渡ししますね。モールカードホルダーを手に入れる。モルグランプリではライバルモルカーとレースバトルをしてもらいます。ほう、レースバトルとはですね。ねえ宿乳めレーシンス取り立てにほやほやの初心者ドライバーじゃね。プクスクスザークザーク。なんや貴様、そんなこと言うじゃないて。小島ちケチョンケチョンのプニプニにしてやらんといかんな。はぁ、やっぱりな。俺もトレジャーモルカーとモルグランプリに参加してるドライバーなんだ。あ、もしゃもしゃのやつだっけ。ほら、もしゃもしゃのやつ。あ、小島ってのモルカー、誰だ。ちょうどいい。試しに俺だとレースバトルしてみないか。お、早速ライバル登場ですね。こんなやつ、まずライバルなんかじゃ。まあいいや。ところで、お前の相棒はどのモルカーなんだ。選べる。小島ってポテト好きなんだけど。なんでお前マジ相棒決めてなかったのか。優しいじゃん。意外と優しいじゃんこの子。相棒が決まってないなら今決めた方がいいぞ。やっぱ選べる。どの子を相棒にする。相棒のモルカー後で変更できます。あ、変更できるんだ。じゃあ気軽に選べるね。これ性格とかいろいろ載ってるけどなんかあるんかな。あ、こじまちチョコも好きなんだよな。あ、ペーターわかんない。え、ペーター。へえ。あとはね、アビーはちょっとあれだもんね、オタクだったよね。じゃあこっちはポテトでいきます。よし、相棒が決まったみたいだな。相棒のモルカーは着せ替え画面か自由に交代できるよ。ぷいぷい。そんじゃ改めて俺らに近づいてレースバトル申し込んでみてよ。移動したい方向へスワイプすると移動できる。こういうこと。あー、なるほど。ふよーん、オゲオゲ、戦おうぜ。さあ、どういう風にするんだ。
白いバーがゲージを通るタイミングでボタンを押そう。お、タイミングか。マックタップできると相手の HP を減らすことができる。ゲージの判定は4段階。自分の HP が0になるとレースバトル負けます。 HP や回復アイテムを使用するか時間が経つと回復。はいはいはい、ほいほい、わかった、早っまあ、チュートリアルだったかな。え、モルカードゲット、あ、カードか、モルカーゲットしたんかと思ったなあ俺のトレジャーモルカーの最強コンビが負けた。ぽいにん、お前、名前はなんて言うの。こじまちです。こじまちって言うんだ。初心者とは思えないハンドルさばきだったぜ。才能あるな、こじまち。いや、ハンドルって言っても直進だったしな。ぷいぷい。そうだ、こじまちは初めてだろうから俺がいろいろ説明してやるよ。優しい、この子優しいじゃん。ライバルモルカーにレースバトルで勝負すると、そのモルカーのモルカードを手に入れられます。ライバルモルカーのモルカードを全種類集めたらモルグランプリ優勝。あ、そういうことだったんだ。コジマッチが次のエリアのポップシティに行くことができたらいいものあげてやる。ほう、いいものって何お楽しみ決まっていったろなんだろう、洋服かなんかくれるんかな。そんじゃまずはゲートに行かないとな。では移動するか。うおー、あ、これ壁か。うおー、ちゃんと運転していく。バーサス、ん、勝負できた。ほい、あれ、ほい、これちょっと難しくない？ほい、あ、勝った。基本2階なんかな。2階のボタン押し勝負みたいな感じか。わさび。あ、くじまちわさびの初見かも。ドライバーレベルが上がると強くなれると。へえ。しかもこれモルカーじゃなくてこじまちのレベルが上がってんだ。だからモルカー入れ替えてもこの強さは変わんないかな。で、スタミナってどこで見れるんだろう。あ、これか。HP って書いてあるね。これ何？え、なんか面白そうなのあるじゃん。え、なんかもらえるらしい。もらった。80。これ何に使うんだろう？ショップかな？では、ちゃちゃっと行きますか。お、これ誰だっけ？ちょっと待って。名前、思い出しきれない。ほい、あ、失敗しちゃった。うわ、ギリ勝った。よかった。相手の方がまだレベル低かったね。あ、そう、セサミだ。セサミだ。おぉ。まあ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 、やっていくと思い出すでしょ。もう早く来いって言っていくかもしれんな、ライバル。ライバルの名前なんだろう、知らないんだけど。お、来たか。ここがポップシティへ行くことができるゲートだ。ゲートの姉さん話しかけて、ピーコイン払うと取れるようになる。ピーコインいるんだ、ここで。じゃ、さっき取ったやつが、あれなんだ。ゲートの方から通行止めになってる道もお金を払えば解決。いいもの投げるから早くポップスリーまで来いよ。あ、じゃあここ通れってことか。まあまあ、お金払っていきましょうか。これ一回解放すればもうずっと行き来できるんかな。あ、できそう。よかった。毎回払うはさすがにないか。お、無事にここまで来れたか。その顔つき、レースバトルにだいぶ慣れてきたみたいだな。慣れたね。そうだ、ここまで来ることができた。いいものをやるって話だったな。はい、これ、モルグランプリには必要なアイテムだ。ほう。装備モルカードパック？それは装備モルカードパックだ。試しに開けてみろよ。はい。ブシャン。じゅん。ほい。装備で能力上がるん？そうなの？相棒氏が当たったのか、よかったな。やったー。装備は手に入れるたびにスピードが加算されていくし、気遣いを楽しむことができる。ん？これ装備しなくてもスピード加算されていくの？あ、そんな感じなんだ。じゃあもう見た目にこだわっていけるね。小島ちも頑張れよ。ありがとう。頑張れな。お、なんかいっぱいもらった。事前登録してたおかげで装備いっぱいもらったわ。よし、ロキ世界しよう。え、これしかないんだけどあれあれ、なんか今いっぱいあったよね。ねえ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 、これさ、ライバルモルカーで全部147万あるんだけど
え、そんなモルカーいたの？え、そんないっぱいいんのモルカーって。マジか。知らんかった。ポケモン並みにおるじゃん。あ、かわいいポップシティ。よし、ライバルモルカーたちをたくさんレースバトルをするぞ。と思ったけど、街にはライバルモルカーが走ってないみたい。街中をよく見ると、とあるお店に人がかりができている。仕方ないので、そのお店に行って様子を見てみよう。お店に着いたけれど、何やら騒がしい？あ、これは。せっかくモルテンの限定装備が買えると思ったのに。あらら？もしかして君も勇者モルの転生の限定装備を買いに来た人？けど残念だったね。今さっき誰かに盗まれた。しかも盗んだ人はどこかに行っちゃったらしい。盗んだ人を捕まえるためにゲートも通告目されてるみたいなんだ。こうしちゃいられない。盗んだ人を捕まえて限定装備を取り返すために携帯で助っ人を募集してみるか。ちょっと君これ見て。これ盗まれた限定装備がネットで転売されてる。ソールドアウトになってるやん。誰か買ってるやん。僕のダイスはモルテンの限定装備を許せない。君もモルテン好きとして許せないよね。モルテン知らない。許せません。だよねだよね。こうなったら君と僕の二人盗んだ人を見つけ出そう。いやー、いいよしかない。選択肢がいいよしかなかった。わい、ありがとう。まずは君の名前教えてくれない？小島っちして言うんだね。いい名前だね。これからよろしく。いや、君は？アニオさんのお兄さんってことしか分かってないよ。ぷいぷい。それじゃ小島っちし、どんな人が盗んでいったのか手がかりを探すために町の人に話しかけていこう。おー、探索パートとかあるんだね。レースだけじゃないんだ。こうやって話を聞いて、なんか証拠を探していくんだ。へえ。ちょっと怪しいやついない？え、戦えるやん。モルカおったわ。シークオー、ほい。あ、空振った。ほい。これ圧倒的じゃない？あ、バット。オッケー。よしよし、クリティカル。結構ギリギリだった。あれ、相手強くない？おっと、ありがとうございます。相手のレベル高かったかな？見てなかったな、レベル。戦う前にレベルって見れないの。見えないっぽい。ほい。あ、相手レベル8だ。こじまちレベル5。HP ってさ、ボタン押すために減ってたの？そういうことなんだ。じゃあちょっと広告見てみるか。よし、回復した。ほい。ほい。惜しかった。勇者コスプレデューフ。そんな子がいたのか。おぉ、ドライバーレベルめっちゃ上がる。え、そんなことよりも、まあ、レースはどっかでやりおけばいいから、ん？クエスト？これかな？手がかり。あら、どうしたの？怪しい人物を見かけなかったって？そういえばさっき、装備品をたくさん抱えてる変な格好した人を見かけた。はぁ、あ、怪しいな。すごいスピードで走り去っていったんだけども、見失っちゃったわ。どんな格好？紫色の変な帽子をかぶって変なロゴがついてる変な服を着た。変な人じゃん。口で説明するの難しいか、絵で説明してもいいかしら。ほう。お、うまい。で、これが今鉛筆で描いたから黒いけど紫色なんだね。へー、ちょっとおしゃれな人じゃん。私がわからんこれぐらい。すごーい。めっちゃわかったじゃん。東の方ってことは右かな？む、うん、もしかして、早速手がかりを見つけたの？そう。すごいやろ。どんな情報が手に入った？怪しい人物の特徴ね。すっごく変な格好だね。こんな変な格好してたらすぐ見つかりそう。あ、鏡見ます？教えてくれてありがとう。引き続き頑張って探しに行こう。ぷい！あ、マジか、通行止めブロックあるね。これ、開けないとダメっぽい。開けやん。バトルしとってよかったね。こじまちいいとこに来た。ライバルがおった。何？ちょうどここのモルストアがオープンした。こじまちはお店のこと知ってる？うん？知らない？このモルストアはモルグランプリ役に立つアイテムやストア限定の装備を売っている。アイテムを使うとレースバトル有利になれる。あー、確かに危なかったっていうかやられてたからね。そうなんだ。さらに、なんかね、進んでいくともっと強くなってくるんかも、敵。
じゃあちょっと見てみるか。あ、買いに。あ、結構高い。え、でも装備欲しいね。もうちょっとバトルすればいけるかも。これは？人参足りない。あ、こじまちくじ引き持ってんな。一回引いてみっか。ポイクチ。3等。ゴールドジュースが手に入った。これいいのか？4等じゃないだけマシか。え、でも限定装備めっちゃいいじゃん。あ、違うわ。これチケット3枚で一回引けるんだ。そういう感じなんだ。あ、これか？ん、どうしましたか？変な格好した人見なかった？ああ、そういえばさっき見かけましたよ。確かメイドの格好したモルカーも一緒に走ってました。かわいい。なんだか無理やり連れられているような感じがした。いかんじゃん。もしかしたらそのモルカー、その変な格好をしたやつに乗っ取られてしまったかもしれませんね。悪いやつじゃん。確か北の方向、メイドカフェの近くにある細い裏道に行ったと思います。やばいやつがおったもんだな。おい、小島ティシー。あれ、もしかしてもう決定係見つけたんだ？また一歩遅かった。さすが小島ティシー。頼りになるね。モルティの限定装備のためにそこまで動けるなんてすごいよ。いや、小島って別に興味ないけどな。モルティのどのキャラ好きなの？知らない。小島ティシー、モルティの限定装備のためにポップしてきたんじゃないの？モルグランプリのために来たよ。そうだったんだから、たくさんの相棒がいたんだね。ぷいぷい。モルティン好きじゃないのに僕に誓ってくれて、なんだか申し訳ないな。最後まで手伝うよ。いや、優しい、教える。みんなも小島町を押してチャンネル登録高評価よろしくね。小島町とモルカたちもありがとう。最後まで一緒に頑張ろうね。といったところで今回ここまでにしよっかな。見てくれてありがとう。また次回続きからお会いしましょう。ならねー。